おはようございます、レイです。6月8日水曜日の今日は学校安全確保安全管理の日です。大阪府教育委員会が2002年に制定。2001年のこの日、池田市の小学校で児童殺傷事件が起きました。この事件は榊原事件として、今も事件の傷跡が癒えず、彼の告白書という前提で出版されている書籍が社会にも波紋を広げています。人は忘れる生き物であると言いますけれども、決して忘れてはいけないことも多々あり、この事件も決して忘れてはいけない、そして風化させてはならない事件の一つであると私は考えます。よくね、子供を守る、子供のためにとか様々な意見がありますけれども、根本は愛と心の安寧であると私は考えます。現代において心の歯車がね、少しずつ狂い始めているように感じるのですけれども、様々なストレスが昔より今の方が多いように感じます。暗いニュースや将来に希望を持てない出来事が多い昨今ですけれども、一つでも明るい話題に目を向けることで希望を見出し、気持ちを穏やかに保ちたいものです。そんな話題を毎日一つでも良いので一緒に探してみませんか。それでは今日も良い一日を。